ソフトバンクグループ、ソフトバンクワイヤレスシティ、プラニングワイヤレスシティ、プラニング株式会社は、ソフトバンクグループ参加の電気通信事業者。ウィルコムの会社構成方針請に伴い、ソフトバンクの100%出資により、ウィルコムの XGP 事業と同社の固定資産等を譲り受けする目的で設立された。しかし、ブアの免許取得には、 既存の 3G 事業者を抱えているソフトバンクグループでは出資比率33%超にならないようにする必要があったことからスポンサーファンドであるアドバンテージパートナーズらから資本を引き受ける形で電気通信事業者として申請し2010年12月21日付でウィルコムから前述の事業を譲り受けし実態のある企業となった 譲り受け時点で、XGP サービスの新規加入は行わず、東京23区のウィルコムユーザー向けにのみ、提供されていた、旧ウィルコムコア XGP の限定サービスを継承。2011年11月より、XGP の高度化サービスであるアドバンスト、エクステンデッドグローバルプラットフォーム方式を利用した、アクスグップサービスを、東京、大阪、 福岡の一部地域で従来の XGP 利用者向けモニターサービスとして提供開始した。なお、これに伴い従来の XGP サービスは2012年1月31日をもって廃止されることになった。2012年2月より系列にあたるソフトバンクモバイルが WCP の MVNO として下り最大 76Mbps に対応した。 ソフトバンク 101SI を提供する。2013年3月21日時点で2012年度末の全国人口カバー率92%を達成し、政令指定都市人口カバー率についても100%となったと発表した。これについては急ピッチでエリア拡大を進め、本来5年間で実現する予定の計画を実質2年間で達成したことになる。 WCP のアクスグップ基地局を展開する際は、既存のウィルコム基地局を利用し建物制限がない、限りはすべて、PHS との併設のオムニアンテナ新型機に変えている。2014年7月頃から、ヤフービービーが MVNO として、ヤフービービーエアーを開始した。2014年秋頃をめどに、キャリアアグリゲーションのアクスグップ版を提供する予定。ただし、 実際にはソフトバンクモバイルの端末によるサービスとなる。WCP の MVNO として展開している事業者はソフトバンクと東海コミュニケーションズの2社となっている。電柱に取り付けられた小型基地局電柱に取り付けられた小型基地局とアンテナ XGP サービス向けについてはウィルコムの事業11月1日時点で 花ため技術製の USB ドングル端末がモニターサービス用端末として提供。一般向け提供されている端末は以下の通り。対応端末自社の提供サービスが明らかにされていないため、便宜上、当社の MVNO 事業者の一部端末について提示する。なお、MVNO がソフトバンクの場合はソフトバンク 4G 対応端末を MVNO が E アクセスの場合は、MOBIL 4G 対応端末および MOBIL 4G、S 対応端末を、MVNO が WILCOM の場合は、WILCOM COA 3G 対応端末をそれぞれ参照。下り最大 110Mbps、上り最大 10Mbps となる機種とカーム向け、データ端末。ありがとうございます。